はい、どうも皆さん、こんばんは、よしもです。今回ですね、ちょっとね、超特殊効果がクリアできないって、リプとかコメントですごいくんの。周りが死んでクリアできない、ソロでいけない実力の人が、オンライン行くんだけど、逆に、周りの人が死にすぎてクリアできない。でも、ソロでもクリアできないみたいな人がいっぱいいて、まあね、もうこれは、オンラインで根性を流行らすしかないと思う、俺は。うん、やっぱり、ツイッターで募集しても根性つけてる人なんて一人もいなくて、もう多分、超特殊効果クリアできないって言ってる人の9割はもう根性なんてつけてないと思うんだよね。だからもう根性を広めた方がいいと思う、俺は。やっぱ火力スキルいくら持ってても知らない人は絶対いいと思うんだけど、やっぱそうでない人が圧倒的に多いと思うから、とにかく根性つけよった方がいいなって思うね。で、まあ、グギグギがやっぱおすすめだね。もう切れ味レベルプラス2と技物だけでも超絶火力アップスキルなんでね、この2つは。まあ武器種によっては意味ないスキルもあるんだけどね、切れ味レベルプラス2が。ただやっぱグギグギはやっぱ強い。で、根性。見てもらえばわかるんだけど、7スロット必要だね。7スロット。こんな感じ。10発動するには7スロット必要なんで、ちょっとでかいんだけど、でかいから、この後スロットに何スキルぶち込むかでまた変わってくると思うんだけど、まあ、つけるなら、弱点狙えるなら弱点特攻とかね。でも弱点特攻で肉質45以上だから、結構2つだってね、肉質45以上ないモンスターもちらほらいてね、あとは狙いにくかったり、やっぱ攻撃力高いからどうしてもなんか足とかに逃げちゃうとか、そういうの絶対あるじゃん。だから弱点特攻よりも、何つけたらいいのかね。パッと思いつくものがないけど、まあ、グギグギ、とりあえずベースはグギグギがいいんじゃないかなって思う。本当に思うね。むしろなんか、この2つでも根性つけていけばいいんじゃねっていう。よくないけど、なんかもう、それくらいでも、そんくらいいいよね。グギグギって本当に。弱点特攻、まあ、つけられるなら弱点特攻つけて、見切り、プラス1、つけるって感じかな。まあ、超会心がつけらんないからな。根性ぶち込んじゃうと。弱点特攻、プラス6スロ3があっても、紹介者つけらんないね。こんな感じだからね。はい。で、まあそんな説明することないんだけど、やっぱ根性が流行れば絶対にね、オンラインのノラ意思疎通取れない人たちとでも、クリア率上がると思う。なんといっても、根性がついてることによって、まあ猫飯でも報酬、保険金だっけ、一回、もう一回移れるってやつとか、根性とかつけていくと思うんだけど、超特殊がオンラインで。でそうすると、ど根性つけていったとするじゃん。そうすると、もう2回、落ちたとしても生きてるわけよ、根性で。で、3回目でようやく一応落ちるわけ。で、さらに、死んだ後も根性もう一回効果発動するから、また死んでも一回セーフっていうね。だから多分2回連続で落ちるってことがなくなると思う、ほぼ。ほぼないと思う。だって2回連続落ちるってことは、1、2、3、4、5回目。そう、5回知らないといけないんだから。4回死んでも2落としないんだから。根性つけてれば。あと猫飯のど根性つければ。これってすごいことだと思うね。だから知らない人が報酬保険金つけてって死ぬ人がど根性つけていけばいいじゃんっていう。猫飯でね。これでぐっと確率上がるんじゃないかなって。だから根性を流行らしたいっていう、そういう動画でした、今回は。ちなみにライゼクス行った時の僕のソロでライゼクス行った時の動画が、僕はこれなんだけども、これね。見切りプラス1に集中。まあ集中つけてるのはその動画で、確か言ったはず。なんでつけてるか。で、見切りプラス1ギリつけられたみたいな感じだね。でも、武器にスロットあっても意味ないんで、まあもう氷属性弱点だから氷属性でいこうっていう。で、僕のそのライズクスの動画を見てもらえればわかると思うんだけど、なんか意外と弱点めっちゃ殴れてて、多分慣れてきたんだろうね。めっちゃ弱点殴れてて、次はね、火力装備でいこうかなって感じですね。なんかもう根性もなんか必要ないかもしれんな。てか、ソロで行くと根性あっても結局死ぬからもう火力装備でご了承した方が早いと思う。ってな感じかな。で、装備紹介なんだけど、ちょっとクエスト終わったらバーンって紹介するわ。クエ生案に使った防具はそれぞれこれですみたいなね。今紹介するとまたクソ長くなるかな。はい、ということでね、やっぱ根性。頭の隅にはあるんだろうけどみんな。ただ、なぜかみんなつけない根性。これをつけることによって、多分オンラインのノラとかでもね、超確率、クリア確率上がると思いました。はい。